さあオリックスですけれども、今回の内容は今週のローテということで、先週はですね、回頭で一発目にワゲスパックが好投を決めたということで幸先非常に良かったんですが、おとといですね、土曜日の試合でペータがですね腰痛で抹消ということで、もしかしたら、怪我というかですね、シュンペータ結構変わっててですね、入団以降現在でも身長が伸びてるということなので、ある意味そういったこう成長みたいなところがですね関係しての痛みなのかもしれないんですけれども、抹消されたということで、非常に今気になるのが田嶋投手がですね、一体どのタイミングで投げるのか、そして立ち位置どうなのかっていうところですね、改めてここ最近結構中継ぎで起用されるんじゃないかっていうのがね、いろんなこうスポーツ新聞とか見て、出てきたので、なるほどなということで、改めてそのあたりについてお話をしていこうかなというふうに思います。まずですね、先週のローテなんですけど、ご覧の通りということで、火曜日ワゲスパックに始まってですね、吉野宮城、幸也、俊平太、ここね4本柱は変わらずでございました。ここ最近ですね、2、3週連続で東投手が非常にいい投球を続けているということで、週の最後は東投手が投げるというふうに1週間締めくくっているわけなんですが、先週もですね、田嶋投手は登板はせずに、ということでございました。2軍でもね登板していなかったので、そのあたり含めてちょっとどうなのかなというふうに思ってます。でそれぞれの最短の間隔日というところで、選手に合わせてワゲスパックであったりとか、あとはですね、先発するんじゃないかと呼ばれている曽谷投手とか村西投手ら候補も含めてですね、ちょっと2軍戦でのローテの感覚ですね、そのあたりもちょっと反映しながら出させていただきました。ご覧の通りということで、一番短いのは幸也ですね、そして一番長いのが俊平太というような状態になってます。そんな中で他のローテ候補の状況を見ていこうかなと思うんですが、先週はですね火水木金土日と全部あったわけなんですが、ここにですね抹消された俊平太の分を誰が投げるのかっていうのがまず気になるポイントかなと思います。で、20日ですね、1週間、9日前、8日前ぐらいですかね、に曽谷投手がソフトバンクの2軍相手に先発をして5回3失点、そしてその前日19日ですね、村西投手がソフトバンクの2軍戦相手に先発をして4回3失点という成績でございました。ワゲスパックは投げましょうではなくてですね、好投が評価されて、おそらく今週の週頭、なので明日ですかね、ワゲスパックが先発するんじゃないかなというふうに言われているんですが、今週はですね、ソフトバンクと日本ハムとのカードになっております。なので選手に引き続いて、今度はソフトバンクとの相性についてお話をしていこうかなと思うんですが、東投手とワゲスパックはソフトバンク相手に先発をしていないということで、彼らを除いた成績になってます。でまず吉野部と宮城に関しては、もうここはねもう本当にどの球場どのチームでも関係なく間隔を適正な間空けて、投げさすというような運用が続いているんですが、吉野もですね、一応見てみましょうか。6試合先発をして、クオリティスタート4回、防御率が 2.33 ということで、ソフトバンクね、今年はもう大型補強は半端じゃなかったですから、優勝候補筆頭なんていうふうに言われてましたしね、オリックスだけじゃなくて、ロッテとかも、西武とかも、ソフトバンクをちょっとエース格集中的に当てるっていうような運用が続いていましたけれども、素晴らしい成績を吉野自身も出してくれているということでございます。そして、そこに追い越せ、追いつけではないんですが、宮城投手もですね、4試合に先発をしてクオリティスタート3つ決めてるということで、防御率は 2.25 という数字になってます。宮城投手に関しては、ペイペイでもね、登板をしたことがあるということで、もちろんね、吉野もあるんですけど、今週はですね、火水木とペイペイドームでソフトバンクと試合があるということなので、ここのペイペイドームでのこう登板経験みたいなのが今年に関してあるのかどうか、そこもすごく大事なのかなというふうに思ってですね、ちょっと記載をさせていただきました。そしてその他で言うと、一応ね抹消されましたけど、俊平太もですね2試合先発をして、1回クオリティスタート、防御率も 2.19、ペイペイでの登板がありということで素晴らしい成績を残していましたし、あとは幸也に関してはね、これ1試合も非常に印象的ですけど、完封目前っていうような試合があったかなと思うんですが、防御率が 2.08 ということで、この日もですね、ペイペイドームで試合があったんじゃないかなというふうに思うので、非常に懐かしいですけども、成績としてはいい感じで残しているということです。そして、最後ですね、田嶋投手に関しても、1試合先発をしているんですが、クオリティスタートということで、感覚とか怪我の状態とか、それ以外で問題なければですね、もう投げさせてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、田嶋投手のちょっと現在、行方っていうのがちょっとわからないですからね、この辺含めてると、
ご覧の通りということで、まあ、5人はですね好成績残してるんですが、シュンペーターを除くと4人になってしまうということですけれども、僕がですねこのカースイモックソフトバンクの3連戦予想するならば、まあ、こんな感じということで、選手と変わらずですねワゲスパック吉野部宮城、まあ、こんな感じで、投げるんじゃないかなというふうには思っております。まあ、ワゲスパックね今年こそ先発したことないですけど、まあこれまでのこう流れ的に東投手もね日本ハムから西武ロッテっていうふうに続けましたし、ワゲスパックもですね、どのチームに対してもこう投げれるのかっていうのは、まあ、ゲーム差が非常に、差がね10ゲーム超えてますからね、いろんな試行錯誤して、まあ、とにかくこう CS 日本シリーズとちょっと見据えてですね、おそらく選手の起用っていうのはされていくんじゃないかなっていう、この辺含めてもワゲスパックが先発できるのかどうかっていうのは、まあ、ある種一つの、判断材料なのかなというふうに思うんでね、火曜日なんか投げさすんじゃないかなというふうに思っています。そして金土日と日本ハムとの、まあ、3連戦続くわけなんですが、同じくねワゲスパックだけ先発がしたことないということなので、合わせてワゲスパック以外の数字をちょっと出させていただこうかなと思うんですが、まず吉野部1試合先発してクオリティスタートを1回防御率 1.13 ということで、共にエスコンで、登板があるということですから、今週はね全部アウェーなんですよ。ペイペイに始まってエスコンフィールドで終わるという1週間になってますから、このエスコンでの登板っていうのはね非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、あの宮城投手のねやっぱこうエスコンでの成績見ると、やっぱ人によってはこうマウンド合わないみたいなのがありますから、やっぱペイペイエスコン、アウェーになればなるほどですね、そこでの登板実績があるのかどうかっていうのは、予想する際にはね、考えたりはしてます。宮城投手京セラではいい数字出したんですが、エスコンではですね、大炎上ということで、まあ、懐かしいですけど、防御率 5.87 ということで、日本ハム相手にはあんまりよろしくないんですが、京セラではいいので、まあ、ちょっとリベンジっていうことを兼ねてですね、エスコンフィールドで投げさす、まあ、可能性もあるのかなというふうに思いますけど、わざわざずらすのか、その辺はちょっとね、考えてみないといけないですけども、ずらすんだったらなんか投げましょうっていうようなこともあり得ると思うんでね、まあ、そうなってきたら、抹消しないですからね、まあ、投げさすんじゃないかなというふうに思ってますね。そして一応ね、シュンペーターも、2試合先発をして、クオリティスタート1回防御率が 3.38 ということで、エスコンで1回炎上してるんですよね。まあ、なので宮城とシュンペーターはちょっと若いねドラフト1位コンビがちょっとエスコンを苦手にしてるというような印象なんですけど、サチヤに関してはめちゃくちゃいいんですよね。3試合先発して防御率1点台ということで、まあ、吉野部に続くぐらいの好成績残してますし、エスコンでも登板をしているということなので、日本ハムとのカードではこうサチヤが、投げてくれたら僕はいいんじゃないかなというふうに思ってます。そして、5人目田島投手ということで、田島投手はねエスコンで炎上してるんですよ。まあ、左ピッチャーどうなんですかね。ちょっとやっぱこう技巧派のサチヤはいい感じだということなんですけど、宮城田島はちょっと苦戦をしているということでございます。防御率12点台ということですね。そして、東投手に関してはエスコンで登板がありますし、なんやったらね、今ローテ入ってますけども、その入るきっかけとなったのが日本ハムとの試合の好投ということで、その時も多分エスコンだったんじゃないかなと思うんですが、ここがありますから、まあ、東投手もちょっと話せないなということで、ざっと金土日見ていくとですね、ここシュンペーターがいたらシュンペーターなんですけど外れてると。ただ田島投手ね、あんまり成績が良くないっていうのと、8月の8日以降投げてないので、個人的にはですね今週ちょっと一軍で先発っていうのはちょっと考えていないんですね。あるとするならばリリーフなのかなというふうに思ってるんですが、日本ハムとの3連戦見ていくと金土日こんな感じですね。チーヤ、そして曽谷投手をちょっと持ってきました。東投手ということで、曽谷投手今年に関してはエスコンリリーフで投げてるんですよね。ちょっとこう途中で傷をえぐるような起用法をされて降板をしてるんですけども、曽谷投手ね今年、まあ、3試合先発してパリーグ相手は楽天だけなんですね。前回の楽天戦が3回61球無失点という成績なんですけど、まあこの間ね直近の2軍戦でも5回3失点ですか、まあ使わない手はないんじゃないかなっていうのと、曽谷投手がもし良かった時にクライマックスとか日本シリーズでこうリリーフっていう立ち位置で、短期決戦限定で使われる可能性すらもあると思うので、なんか中島監督は結構お試し起用で曽谷投手を先発させるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、なので今週のローテ見ていくとこんな感じですね。ワゲスパックに始まってガーッといってですね、先週と違うところで言うと曽谷龍平投手ということで、まあ、昨日も好投しました東投手もね引き続き、ローテーションで回っていくというような布陣でちょっと予想してみました。まあ、先週はですねたまたま、ドンピシャで、当てることができたということで、久々に、予想日和に尽きたなというような感じなんですけども、今週は一体どう出るのか、シュンペーターの代役ね結構難しいですよ。曽谷投手、村西投手、田島投手いろいろ出てきますけど、僕はねその中でも曽谷投手いいんじゃないかなというふうに思ったので
こんな感じでございました。そして、田嶋投手のリリーフについてですね、ここに関しては短期決戦でリリーフで使われる可能性っていうのはあるのかなと。まあ、2021年の日本シリーズで山岡投手がリリーフで投げましたけど、あんな感じですよね。で、先発復帰に関しては、ワゲスパックが今週どうなのかっていうのと、ペータの腰痛次第ですね、そこが長引くようであれば、1軍に割って入ってくると思いますし、まあ、どっちにしても、今週2軍で1回イニングながら、登板があれば、1軍の復帰をちょっと見据えながら、からの運用だと思うので、そこがない以上はですね、ちょっと一軍で先発っていうのは個人的には考えてなかったりするので、こんな感じの内容になっております。ということで、今回のお話は今週のローテ予想ということで、ソフトバンク日本ハムとの試合で、先発をするんじゃないかという6人予想させていただきました。ぜひ今回のテーマについて何か思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、並びにツイッターのフォローなどなどよろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。